小川敦志、小川敦志、小川淳二、1957年8月30日隊は、千葉県奈良市の市出身の元プロ野球選手、外野手。2010年シーズン途中から2014年シーズンまで東京ヤクルトスワローズの監督を4班務めた。監督退任後、2017年シーズンまで、球団シニアディレクターを務め、2018年から2019年まで、 再び東京ヤクルトスワローズの監督を務めた。中学時代は三類手としてプレーし、目立った実績のないまま地元の奈良市の高校に進学。体が大きく肩が強かったため保守にコンバートされたが、故障者が出たのをきっかけに一年生の秋に投手に転校した。一年生、当時、二学年上に掛布正幸がおり、 当時は話もできなかったが意識する存在だったと述べている。六感神経痛でも走り込みを休めなかったというほどの猛練習を積み、エースとなる二年生児の夏の甲子園県予選では四回戦で当年の夏の選手権に優勝する長子賞の土屋、正勝と投げ合い0対2で赤敗。秋季関東大会ではベスト四に入り翌春の選抜大会に出場したが、 赤峰県優を擁する富城区校に一回戦で敗れた。同年夏の甲子園県予選では準決勝で長子賞、前年夏の優勝メンバーでは篠塚敏夫が残っていたと再び対戦し、自らにランホンリーダーを放って勝利。続く決勝では君津校を破って夏の選手権出場を決めた。選手権では3試合連続完封などの活躍を見せ、 準決勝で肩を痛めながらも、決勝で、新居浜賞に9回裏採よなら勝ち、8年ぶりの優勝を果たす。同年秋の三重国体では、決勝で、新居浜賞にまたも9回裏逆転採よなら勝ち、優勝を飾る。中央大学では、外野手に転校し、東都大学リーグでは、通算98試合出場、351打数、80アンダー、打率22、228、 5本類打39打点の成績を残した。また、4年生の2は、AS 高坂秀則を養子春季リーグで5年ぶりに優勝。同年の全日本大学野球選手権大会でも、決勝で総代を下し優勝。同じ中大から高坂、高木豊、熊野照光らと共に、同年の日米大学野球の代表に選ばれ、 原辰則、岡田明信と共にクリーンアップを任されている。卒業後は、河合学期に進みとした高野球大会に2年連続出場。1981年のドラフト会議で4位指名され、ヤクルトに入団。1年目から1軍に定着するも、当初は大左投手要員として起用されることが多かった。2は、 右翼州の定位置を得て65試合に先発出場。もレギュラーを守るが、には故障もあり、打撃が低迷。その後は、荒井幸雄の入団、広沢勝美の外野手転校もあって、準レギュラーとして起用された。長打力に定評があり、3度の11本塁打をマーク、しており、1990年は放った安打13本の、うち7本が本塁打であった。強権だったこともあり、 外野での守備固めとしても、頻繁に起用された。2、戦力外通告を受け、2、住三夫との交換トレードにより、日本ハムファイターズに移籍し、この年限りで現役引退した。カラマでヤクルトのスカウトとして、宮本真也、石井博都市などの獲得に携わる。カラマでヤクルト二軍守備総類コーチを務める。 さらにからまで9年間の長きにわたりに軍監督を務めた後、高田茂が監督に就任したから一軍、ヘッドコーチに昇格。5月25日に高田が監督を辞任したことを受け、2日後の27日より監督代行に就任した。監督代行就任後は不審の原因となっていた打線の手こ入れに着手し、青木聖子やの打順を一番へと再変更した。 また、不審のアーロン・ガイエル、ジェイミー・デントナの両外国人選手を外し、打撃力はあるもののほとんど外野手の経験のなかった、畠山和弘レギュラー外野手として起用した。これらの采配が功を奏し、新戦力、女子ホワイトセルの活躍もあって、チーム成績は急上昇した。監督代行就任期間の成績は十九勝十六敗三分、勝率六割二分一厘で、 19あった借金を完済した上に4つの貯金を作り、クライマックスシリーズ、イカ CS 進出争いにも加わった。この快進撃は、ヤクルト本社の製品にちなんで、メイクミルミルと呼ばれた。チーム再建の手腕が高く評価され、から2年契約で正式に監督への就任が決定した。また、同年8月2日に、球団史上最速で、 監督通算100勝を記録した。この記録は、9回全体で13位。4月から9月までは首位を走っていたが9月に、故障者が続出、また、宮本以外の主力に優勝経験者が不足していた、こともあり、土壇場で10年ぶりの優勝を逃した。CS では、ルーキーの山田哲人を1番、青木瀬もを4番に起用するなど、思い切った采配を見せたが、 中日に2勝3敗で日本シリーズ進出を逃した。開幕直後は中日と首位を争うが5月に6勝15敗と大きく負け越す。交流戦では10連敗を記録、交流戦再開となった。後半戦では2位の中日に9.5ゲーム差ながらも広島との3位争いを制する。CS ではヒン打で中日に1勝2敗と敗退。 特に第三戦では先発の村中京平を無失点にもかかわらず5回途中で降板させた。再敗が OBE の豊田康光から評された。再開でシーズン終了し、この年で契約が切れることもあって一部報道では辞任も報じられたが続投となった。2年連続で再開に低迷し、9月22日に球団に申し入れ、 今季限りで監督を辞任することを会見で表明した。10月31日に2015年1月1日付でシニアディレクターに就任することが発表された。真中密流の監督退任を受け、2017年10月5日に2018年シーズンより一軍監督として復帰することが発表された。背番号は第一次監督時代と同じ80、 前年の最下位、45勝96敗、借金51から75勝66敗、貯金9の2位と立て直しに成功した。序盤は好調だったが、その後セリーグワーストタイの16連敗を喫して、一気に最下位に転落、そのまま低迷して、シーズンを終えた。9月8日に今季限りで監督を退任することを表明した。 真面目な性格であり、自分の練習の後も、最後まで残って、玉拾いをしていた姿を見て、当時の関根純三監督が、お前ら、小川を見習え、と褒めていたという。また、公認の野村勝也監督からは、1990年4月28日の対巨人戦で、それまで、宮本和知の前にに三振を喫していたところ保守の、 山倉和弘のリードに対する読みを伝授された。その結果、三打席目に本塁打を放ったことや、守備固めに入った試合の翌日、当たり前に処理しただけと自身が捉えていた。前日のプレーについて、昨日はナイスプレーだったな。守備が上手いやつの追い方だ。あれはと褒められたこともあった。野村が選手を直接褒めることは滅多にない。犯罪者を構成させる。 保護士を務めていた父の犯罪者は出会いの失敗者なんだという言葉を聞いてから指導者となった自分が選手にとって出会いの失敗になってはならないと考えるようになりその信念のもと2軍監督時代には練習もほとんどせずに怠惰な生活ばかりを送る畠山和弘を成功かけて指導し後のヤクルトの主力選手にまで成長させた楽しくご覧になりましたら 購読と良いです。クリックしてください。